はい、こんにちは。今日はですね、去年発売されました私のこのレシピ本の中からね、一品紹介させていただきたいと思います。60ページですね。マッシュルームのね、ソースで煮込んだハンバーグです。サイズはミニサイズになっておりますのでね、とっても可愛らしくて食べやすいですよ。それで今日はね、あの付け合わせに今が旬のですね、芽キャベツを使ってみたいと思います。それでは最後までご覧くださいね。はい、材料紹介しましょう。こちらはですね、冷凍にしておいたですね、ハンバーグ種です。まだね、凍ってますね。こちらのハンバーグ種の作り方は概要ページをご覧くださいね。もちろん皆さんのご家庭のレシピでもいいですよ。それからマッシュルームと白ワインと玉ねぎ、クリーム、こちらの方でね、美味しいソースを作りますよ。こちらはですね、今日の付け合わせです。今が旬の芽キャベツですよね。ビタミン C が豊富です。食物繊維もたっぷりです。で、これをですね、今日は茹でてですね、レモンとバターで作った美味しいプールフォンデュっていうね、あのソースでですね、あえてあの付け合わせに使います。以上です。まずは芽キャベツの処理をしましょう。まず芯の部分をえぐり取りますよ。私はこんな風にしますけど、ちょっと怖いですよね。包丁の先を少し出してね、布巾の手で巻いておくと使いやすいですよ。包丁を持ってる手はね、固定して芽キャベツを回すとね、簡単に芯が取れますよ。芽キャベツはゴツゴツして食べにくいですよね。ですから今日はね、1枚ずつ剥がして使います。鍋にお湯を沸かしたら塩を加えて湯がきます。中心まで火が通らなくても大丈夫ですよ。大きさにもよりますけど、2、3分ぐらい煮れば良いと思います。そしたら冷水に落として冷やします。綺麗な緑色ですね。水気をよく切りますよ。そしたら茎の部分をね、2ミリぐらい切り落として剥がしやすいようにします。こんな風に簡単に剥がれます。生のまま剥がそうとするとね、葉っぱが破れてしまいますからね。この芯の部分はね、まだ生なんですけど、このままで大丈夫ですよ。さあ次はこの芽キャベツと和えるレモンバターソースを作りますよ。ブールフォンデュと言いますけどね、溶かしバターですね。簡単ですから皆さんも覚えてくださいね。火は弱火ですよ。まず鍋に大さじ1杯の水を加えて、レモン汁と塩コショウを加えて温めます。その中に冷たいバターを2回に分けて加えますよ。こんな風に絶えず鍋を揺すって溶け込ませます。これで水と油が分離しないで乳化するんですね。柔らかいバターですとね、乳化する前に脂肪が浮いて分離してしまいますから気をつけてくださいね。もしね、分離してもね、使えますから大丈夫ですよ。ぜひ皆さん挑戦してみてくださいね。さあ次はミニハンバーグですね。ハンバーグ種をボウルに移して軽く練り直しましょう。このハンバーグ種の作り方を概要ページをご覧くださいね。もちろん皆さんのオリジナルのハンバーグ種でも大丈夫ですよ。そしたらね、ベタつかないように手のひらに油をつけておきます。6個成形しますので、1個だいたい 60g ぐらいですね。では焼いていきます。そしたら中火に熱したフライパンにオイルをひいて、表面に焼き色をつけますよ。フライパンは外側の方が温度が高いのでね、ハンバーグを外側にこのように並べるといいですよ。こんがりと美味しそうに焼けてますね。焼き色はこのくらいがいいですね。そしたらバットやお皿などに移しておきます。
この状態では中はまだ生ですよ。ここでフライパンを一旦きれいにしましょう。一度洗ってもいいですね。続いて煮込み用のソースを作りますよ。まずバターを熱して、玉ねぎのみじん切りを弱火でしんなりするまで炒めます。この間にね、マッシュルームをスライスしましょう。大きいのでね、半分にカットしますね。この作業をあらかじめしておいた方が余裕ができるからいいかもしれませんよ。玉ねぎがしんなりしてきましたので、マッシュルームを入れますよ。最初はボリュームがあるんですけどね、火が入ると水分が抜けて少なくなります。だいぶしんなりとしてきましたね。ここで調理用の白ワインを加えます。フライパンのワインが煮詰まったところで、今度はクリームを加えます。36% のクリームを使ってます。今日はね、こってりしたソースにしたいのでね、クリームをね、倍にしました。一煮立ちさせて、塩コショウで味を整えます。じゃあ、味見てみますね。結構マッシュルームのいい味が出てますね。クリームですからね、ちょっと煮詰まっちゃうので、煮詰まった場合はね、またお水、また牛乳とかね、さして緩めてくださいね。ちょっとシャバシャバのがいいですよ。火はね、この中にね、ハンバーグを入れて蓋をして火を通していきます。入れていきます。はい、こんな風に入りました。じゃあ蓋をして煮ていきますよ。途中で一度ひっくり返しましょう。ここでね、ソースが煮詰まってきたらね、お水を加えてくださいね。はい、もうこれでね、火が入ってます。ハンバーグはね、小さいので火の通りがいいです。蓋をして火を消してね、付け合わせの準備をしましょう。先ほどのレモンバターソース、ブールフォンデュですね。シャバシャバですけどね、分離してないんですよ。温かいドレッシングっていったところでしょうね。食べる直前に芽キャベツを熱湯に通して温めます。先ほど湯がいたお湯を使うといいですね。ここはよくお湯を切って、ブールフォンデュと和えますよ。芽キャベツがなければね、普通のキャベツ、またはインゲン、ブロックなんかもいいですね。粗く刻んだパセリは最後にハンバーグの上からかけます。ハンバーグを温めてね、パセリを振って完成ですよ。上からたっぷりのソースをかけましょうね。私はね、マッシュルームを使う頻度が高いんですけど、このマッシュルームとクリームの相性はね、特に抜群ですよね。このクリームソースはね、ハンバーグ以外にもね、ステーキなんかにかけて食べても美味しいんですよ。はい、いかがでしたか。さっき作ったハンバーグをね、スタッフの方が食べてベロリと食べてしまいましたよ。めちゃめちゃ美味しかったそうです。私もそう思います。本当に美味しいです。付け合わせはね、皆さんの好みでポテトとか、ライスとかパスタなんかもいいかもしれませんね。もちろんね、
ソースをパンにつけて食べたらこれまた最高です。ぜひ皆さん作ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。